聖書を拝読します。詩編37章6節です。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。アーメン。今日は万民マガジンはありません。代わりに2部に2021海外選挙大会の映像が上映されます。道会長先生のメッセージを聞きましょう。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、 GCN 放送の視聴者の皆さん、今日の日を迎えるまで万民中央教会を建てて変わらない恵みと愛を持って共におられた神様に、すべての感謝と栄光をお捧げします。今日まで神の国のために共に献身してこられた国内外の万民の教職者、宣教師、職員と生徒の皆さんに感謝いたします。この嬉しい日、上から注いでくださる恵みと幸せが皆さんにあふれますよう、主の御名によって祈ります。愛する生徒の皆さん、万民中央教会は無から有を作り出した教会です。開拓した瞬間から今まで、いつも神様は不可能を可能にしてくださり、ご自身で導いてこられました。開拓礼拝の時は約10坪の聖殿に大人9人、子ども4人で始めました。そのように始めた教会が今は5大洋6大衆に清めの福音と神の力を伝えています。特に2000年から2006年までは世界で12回の連合大聖会を行いました。どの世界でも多くの人が神の力の技によって神様を見つけました。少なくとも数万、数十万人、また300万人が集会に集まりました。聖霊の御業を体験し、主を受け入れました。会場にも数十万、あるいは数百万人の人が集まったし、放送で聖会に参加した数は全て数えることができませんでした。私が導いた集会は、最初からその国の国営放送など多くのテレビ放送が全世界に中継しました。イスラエル聖会は世界220以上の国に放送されたほどです。変わらず走ってきた努力の結果で、このように世界宣教を行い、豊かな実として結ばれているのです。愛する生徒の皆さん、本教会がこのように実を結ぶことができた原動力は何だったでしょうか。それは清めの福音と、それを確かなものとする神の力でした。ヨハネ 4-48 に、そこでイエスは彼に言われた、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないとあります。私がイスラエルに行ってベツレヘムなどで集会を導いた時、地元の牧会者の皆さんが口を揃えて神の力を見たいと言っていました。聖書に記されている神の力の技を知ってはいても、2000年経った今は見られないから、生徒が心に信じられる信仰が持てないというのです。聖書に記されている印と不思議、神の力の技を見るなら本当に信じられるのにとみんな言っていました。それで私は、皆さんは今日印と不思議、神の力ある技を自分の目で目撃するでしょうと言いました。そして実際、神の力ある技を体験したら、その方々は本当に驚くほど変えられました。心が熱くなって、主を愛して、本当に心に信じられる信仰が与えられて、力強く宣教するようになりました。そうやってイスラエルのキリスト教社会が一つになったのです。イエスは彼に言われた、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないとある通りです。目で見てこそ本当に信じられるのです。
人たちが主の御名を伝えた時も伴う不思議と印によって神様はその御言葉を確かなものとされました。聖徒の皆さんもこれまで無数の神の力を見てきたので、これほどまでに固い信仰を持って神様のくださった使命を果たすことができました。この教会に現れた神の力をすべて紹介するなら数ヶ月でも終わらないでしょう。しかし短く大まかにでも神様が授けてくださった力の技を振り返ってみましょう。聖徒の皆さんが一番簡単に体験できる神の力は癒しの御業です。どんな治療不可能な病気でも神の力では不可能はありません。病院で治療できる病気なら病院に行くでしょう。しかし病院でも治療できなくて余命宣告を受ければこの教会を訪ねてくるのです。そして御言葉を聞いて信仰を持って神様主を信じなかったことを悔い改めてから祈りを受ければ癒されて神様に栄光を捧げるのです。ここにいる主のしもべ、レビ族、聖徒の皆さんのほとんどが重い病気を抱えてこの教会に来ました。病院では治療できないと言われた病気を抱えてきて、ここで神様を見つけて主を信じて癒されて、今は長老、牧師、働き人になっているのです。がんとエイズ、珍しい病気はもちろん新種の病気も数え切れないほど癒されました。重症肺結核、ヘルニア、うつ病、認知症、口蓋病、麻薬依存症、アトピー性皮膚病、脳下心、熱帯病、原田病、セリアック病などあらゆる病気病原菌、今画面に出ています。病院では治らなかった重い病気と病名さえ馴染みのない病気も珍しい病気もどんなに多く癒されたでしょうか。それだけでしょうか。一生不自由な体で生きなければならなかった人が神の力によって癒されました。そして世界クリスチャン医師ネットワークのメンバーの皆さんがこういう神様主の皆で癒されたケースを立証しています。見えなかった目が見えて、聞こえなかった耳が聞こえ、歩けなかった人が歩いて走りました。今までこの教会で癒された人が捨てたメガネや補聴器、松葉杖や車椅子などを積み上げるなら多分山になるでしょう。悪い霊の仕業を受けていた人も解放されました。食中毒、一酸化炭素中毒、突撃物の中毒などで死の直前だった多くの人が癒されました。障害や後遺症もなく回復しました。意識不明のまま担架で運ばれてきたり、死の直前で救急車で運ばれてきた人もいました。このような方々も祈りを受けた後その場で起き上がって完全に癒されたケースがたくさんあります。海外では時空間を超える神の力によって写真の上に祈りを受けても癒された方が数え切れません。隣の国ではここに来られない方々が写真を送ってリアルタイムで祈りを受ければその場で癒されます。そうやって主を受け入れた方が数十万人に達しています。ひどい火傷をした人も祈りを受けた後痛みと熱気がなくなって傷跡もなく完全に癒されました。数年あるいは数十年間不妊で苦しんでいて祈りを受けて赤ちゃんができた夫婦も数え切れません。日本の民団の局長ですが、結婚して数年経っても妊娠できなくて噂を聞いて私のところに来て祈りを受けたらすぐ身ごもって、その次もまた祈りを受けてまた身ごもって、それでその方々があまりにも感謝で集まって教会を建てて万民の司教会になったケースもあります。このような神の力の技はハンカチによってでも無安の甘い水によってでも現れています。また不思議はどんなに多く現れているでしょうか。ほぼ毎週あるいはほとんどの行事で私たちは太陽を囲む丸い虹といろいろな形の虹を見ています。雲がなくても虹を見ています。その度に神様が私たちと共におられるという約束のお言葉を思い出します。大きな聖会や教会の行事のために祈った時、迫ってきた台風が向きを変えて消滅したりしたことを何度も見ました。
太陽が照りつける時は地上から雲が集まってきて影を作ってくれて、気温が高い時は数度を下げて涼しくしてくださいました。私たちは毎年8月の第1週に宣教会別にキャンプをするんですが、どの場所でも神様が涼しくしてくださって、夜は寒いから冬着を持っていきます。真夏の猛暑の中でも夏のキャンプなど生徒の皆さんが行事をする場所は涼しいどころか寒いと感じるほどの気温です。8月の第1週は一番暑い時期なのに、生徒の皆さん、事実ならアーメンと言ってください。海外政界が開かれた時、その国がひどい日照りなら政界の期間に合わせて恵みの雨を降らせてくださいました。反対に雨季には政界に支障がないように雨を止ませてくださいました。こういう不思議まで神様が働いてくださるのを今まで見てきました。それで夏のキャンプも雨と関係なく開くことができました。私がインド政界を導きに行った時は10ヶ月間雨が降らなくて水不足でデモをしていました。チェンナイ市全体がデモをしていました。国に水をくれと、店も全部閉まっていたし洗濯物を干してある家が見えませんでした。そんな中、私が10月10日集会を開こうとしたら、その州政府が法で集会ができないように禁止させました。その国はヒンズー教だからキリスト教を伝えないようにそうしたのです。でもだからといって私がしないでしょうか。神様がしなさいと言われたから大胆に進めました。それを神様がご存知だから私を逮捕できないように数十万人が集まるようにしてくださったし、そして私が到着した日から雨が降ったのです。10ヶ月間降らなかった雨が降り出したからみんなすごく喜んでいました。そして集会の途中、雨が降り出して雨に打たれながら導いたら、それをテレビで見ていたインドと周りの国の人々が感動したのです。どうして海外から来て雨に打たれながらも集会を導いて病人を癒すのかと感動した人々が、次の日集会に来てなんと150万人も集まったのです。だから州政府が私を逮捕できなかったのです。書いて新聞記事に雨の神が来たと報道されたのに、どうして私を対応するでしょうか。また生徒の皆さんがいるところではどこででも数多くのトンボの群れを送って、例の空間がどんなものなのか体験するようにされました。このトンボの群れが神の御業だという証拠として、生徒の皆さんにどんなに親しげに近づいてきたでしょうか。生徒の皆さんは数えきれないほどのトンボが天から降ってくるのを毎年見ています。そのトンボは神様が送ってくださったという証拠として生徒の体に止まってくれるのです。万民の生徒ならトンボが止まらなかった方はいないでしょう。指にも服にも親しげに近づいてきて止まるのです。新しく来られた方々は一体そんなことがあり得るかと信じられないでしょうが、万民の生徒の皆さんに聞いてみてください。全部事実だから。また霊の空間にとどまったことで大事故や災難から守られた証もたくさんあります。例えば都市の 大火事と山火事の中でも生徒の皆さんの家を守られました。壊れた建物の中でも、高いところから落ちた時も、廃車になるほどの交通事故にあっても生徒の皆さんは怪我をしなかったのです。このようなことを世の人に説明するなら、多分ほとんどの人は信じられないと言うでしょう。そのような神の力技を生徒の皆さんは毎日体験しています。ですからどうして信仰が成長しないでしょうか。うちの生徒なら皆が体験している現実なのです。愛する生徒の皆さん、この教会に表してくださった神の力はただの賜物の次元ではありません。霊の空間がこの地上に繰り広げられる御業です。その空間とは神様の心そのものであり、魂への愛が込められている空間です。
終わりの時、霊的に乾いている人と希望もなく死にかけている人にくださる神様の愛の表現がまさに神の力なのです。このような神様の愛はとても大きいのですが、かといって誰にでもこの力を授けて全世界に表すことはおできになりません。今日の本文詩編37-6に、主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされるとあります。この御言葉にふさわしい人に神の力を授けて全世界に神の光を表されるのです。旧約でも新約でも神の人々は神様が直に練って神の人にふさわしくしてから神の力を与えて神の技をするようにしてくださったのがわかります。それではこの教会ではどうしてこのように大きな神の力が現れるようになったのでしょうか。第一、すべての試練に喜んで感謝して忍耐しました。ローマ5-3-4に、こればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐から練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからですとあります。神の国を立て上げる過程では大小の逆境に遭うものです。それによって練られて希望という実が結ばれるのです。本教会も過ぎし年月、誠に口で言えない苦しみの時間がありました。非常に激しい圧迫を受け、命さえも危うくなりという使徒パウロの告白のように、困難な状況に置かれた時も何度かありました。誤解されて濡れ衣を着せられたこともたくさんありました。しかし私たちは決して不平を言ったりつぶやいたりしませんでした。そういう人たちを憎みもしませんでした。共におられる神様を信じたので、ただ感謝と喜びを持って勝利してきました。その度に神様は全ての状況を逆転させてくださいました。絶望的に見えていた状況で大いに栄光を表すようにされたし、ますます大きな神の力が現れるように働いてくださったのです。第2に、どんな状況でも信仰を捨てませんでした。私たちが信仰生活をしていると、神様を信じて行ったのに時には道が見えない時があります。御言葉通りに行ったから順調に行くはずなのに、かえってもっと大きな困難にあったように見えるのです。しかし私たちはどんな状況でも神様に最後まで信頼して移り変わりませんでした。夢の人ヨセフは奴隷として売られて監獄に入れられる試練の中でも、最後まで神様に揺り頼んで自分の夢を諦めませんでした。このように変わらない信仰によって行う真実な人に神の力が望むのです。そして神様から信頼される神の人になるのです。第3に、神様に完全に聞き従いました。私たちが信仰によって聞き従うほど、神様はとても細やかに導いてこられました。例えば12回の海外宣教も、海外政界も、私たちが行きたい国にではなく神様が定められた国に行きました。その国の半分ぐらいはキリスト教を伝えることができない国でした。キリスト教を認めないインドもパキスタンも中国、ドバイ、エジプトなど宣教が難しい国に神様は行きなさいと言われました。イスラエルもそうだったし、その中には法的にあるいは現実的に正解ができない国もありました。時にはテロや逮捕の脅威もありました。しかし神様が命じられるなら、私たちはただはいアーメンと言って聞き従うだけでした。その度に神様は毎回神の力をさらに表してくださいました。どんな害も脅威も受けないように守ってくださったし、大型政界を開きながら今まで一度も事故も起きませんでした。愛する聖徒の皆さん、信仰がなくては、また完全に聞き従わなくては神様の力を表すことはできません。信仰とはただ信じます、神様に委ねますと言って安心して眠ることではありません。真実な信仰ならば、その身を見せなければなりません。信仰によって進むすべての過程で
神様の御心に完全に従うためにどの瞬間も全力を尽くさなければなりませんでした。一回一回と聖会を行う時も数え切れないほど夜を明かしながら神様が働いてくださるようにと祈りました。命と引き換えにしてでも御心を実現しようと全力を尽くして祭月を送ってきたので、その分神の力はますます大いに現れたのです。結論です。愛する聖徒の皆さん、ヨハネ 5-17 にイエスは彼に答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのですとあります。父は今も休まず人の子らのために祈り、神の御心を成し遂げておられます。開拓以降今日まで本教会も休まずに働いてきました。休まず働いておられる神様の道具となって、その国を立て上げるために絶えず走ってきました。神様がくださった力によって多くの御業が現れ、大いに栄光を捧げました。行くどころはどこででも印と不思議を表して神の力を行って、韓国という国の PR もしたし、思う存分神様の栄光を表しました。大勢の人が改宗して主を救い主として受け入れました。しかし今後の大きな働きに比べれば今までの働きは始まりに過ぎません。また来られる主の御前に立つ時まで私たちはとどまらないでしょう。さらに大きな神の力で神の国を立て上げ、私たちの使命を完全に果たすでしょう。そのような万民の姿を今後も期待と愛を持って見守ってくださいますように。また皆さんも祈って関心を持って力になってくださり、終わりの時神様の摂理を実現して栄光を捧げる働きに預かってくださるようお願いします。それでやがて神様が備えられた天国の新しいエルサレム、最も栄えあるところで共に神様を褒めたたえますよう主の御名によって祈ります。先ほど不思議の話をしましたが、私はイスラエル聖会を9月の6日と7日、日曜日と月曜日、2日間導きましたが、イスラエルのマスコミが私に祈りを依頼しました。イスラエルは最近日照りがひどい、雨が降らない日が長く続いている、雨季になっても少ししか降らないというのです。ニュースを見たら50年間も降水量が上がらないようです。特に最近5年間はあまりにも雨が降らなくて、ガリラやこの水位がだんだん下がっているそうです。最低限の危険水位があるようですが、だんだん下がってもうすぐ最低水位に達するところに来ているそうです。それで私に祈りを依頼したのです。イスラエルの9月は雨が降らないそうです。50年間一度もなかったそうです。9月は、そして10月も、10月末になってこそ雨季が始まりますが、雨季でない時はほとんど雨は見られないようです。それで祈りを依頼してきて、私は集会の時、初日の日曜日と月曜日に日照りは退いて雨が降るようにと祈りました。そしたらどうなったでしょうか。うちの生徒はいつも体験していますが、イスラエルの方々は初めてだったでしょう。祈った次の日から雨が降り始めたのです。今画面に出ていますニュースでも報道しました。その週に連日雨が降って、イスラエル全域に40から60ミリも降ったそうです。それだけではありません。その後イスラエルのマスコミからまた依頼が来ましたね。まだ雨が足りないです、もう一度祈ってくださいと。それで日曜日講談で祈ったらどうなりましたか。次の日雨が降って、火曜日も降ったのです。それが新聞にも出ました。イスラエルで一番大きい英字新聞だそうです。その内容をお読みします。カリイオの祭りを迎えて、世界中のユダヤ人とクリスチャンがイスラエルを訪問する期間中、
10月4日日曜日、私がイスラエルの日照りの解消のために雨が降るように祈ったという記事が、イスラエル最大の英字日刊誌エルサレムポストに載りました。10月6日、イスラエルのジャーナリストのイサクさんが Google で確認したそうですが、世界の90のマスコミが報道したそうです。私が祈った後、エルサレムに雨が降って、地元の人々が驚いて喜んでいるそうです。エルサレムポスト氏の記事の内容です。2009年10月5日の第4面ウェブサイトには10月4日掲載しました。韓国の牧師が雨のために祈る、著者はダニエル・ライオン・キジャーが書きました。10月4日日曜日、韓国の世界的な大教会のリーダーイジョルク博士が全世界に数百万人の聖堂に生中継される中、神様にイスラエルに雨がもっと降るように祈って冬の雨を待つ人々の期待を高めさせた。9月に6日と7日に祈ったら、その週間に雨がたくさん降ったし、もっと降るようにという依頼が来て、祈ったらまた雨が降ったという記事が載っているのです。去る9月、エルサレムで万民教会のイジェロク博士予行士に2回の大型集会があったが、関係者たちは祈りを通して大勢の病人が癒されたと証言した。日曜日、イー博士は、神様、イスラエルを多くの雨で祝福して、干からびた地を潤してください。イスラエルは日照りで苦しんできて、長い間雨が足りなかったんですが、先月私がエルサレムで祈った後、雨が降ったと聞きました。しかしイスラエルにはもっと多くの雨が必要ですと祈った。イザルク博士と万面の生徒の信仰にとってイスラエルはとても重要な意味を持っている。イ博士は先月エルサレムを訪問した時、私はイスラエルを愛しています、なぜなら神様がイスラエルを選び、主イエスキリストがこの地でお生まれになったからですと言った。はい、このように雨が降らなくても私たちが神様に信仰で求めれば、神様が雨を降らしてくださいました。こういう御業は全世界でたくさんありました。私が祈って神様が雨を降らしてくださることで、本当に神様が共におられるということをその方々が体験できるように働いてくださったのです。特にイスラエルではこのように何回も雨が降ったから、地元の人々が感動してマスコミからもお礼を言ってきたのではありませんか。私たちの神様は全知全能で、できないことはありません。問題は私たちの信仰です。私たちが神様に愛されて認められて、神様を信頼して神様からも信頼されていれば、神様が祈りを聞いてくださって、どんなことでもできるのです。万民の生徒の皆さん、そしてこの教会を愛してくださる海外の皆さん、マスコミの皆さん、これからもっと発展する私たち万民中央教会を見守りながら祈ってくださるようお願いいたします。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。父なる神様、創立39周年記念前夜礼拝を聞きました。神の力という尊いメッセージを聞きました。感謝します。清めの福音と神の力によって、民族福音家と世界宣教という使命を果たすことができました。神様の愛の表現が神の力だと言われました。この神の力が大いに現れたのは、どんな試練の時も喜びと感謝を持って耐えたし、信仰を捨てなかったし、完全に聞き従ったからだと言われました。愛する牧師はこのように神様の前に神の力を行い、私たちが真心と全く信仰を持つようになりました。感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける
司教会と死聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌を患いよ、下がれ、光を望め、不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病の色褪せなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてくださいますように。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ、その使い立ちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、1週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天の軍勢見つかりと、主の燃える炎のような御目で、すべての神の子どもたちと家庭、職場、授業の場を守ってくださり、子どもたちには知恵と悟りを加えて勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子どもたちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おら主、愛の主、それは命与える救いの道。